サッカー国際親善試合 U23 から23日本代表2の0 u 2 3ウクライナ代表25日福岡北九州スタジアム U23 から23日本代表は U23 ウクライナ代表に2対0で勝利パリ五輪出場権をかけた4月のアジアカップ前最後の強化試合を見事白星で飾った日本は前半攻撃の主導権を握りウクライナゴールに迫るも得点には至らず 0対0で折り返すそして後半開始早々セットプレーから先制に成功すると31分にも追加点を奪う終始攻めの姿勢でウクライナを圧倒した日本が2対0で勝利を飾った4月中旬から始まるパリ五輪出場権をかけたアジアカップ前最後のテストマッチ1対3で逆転負けを喫した22日のマリ戦から先発メンバーを10人入れ替え 中すでにパリ五輪出場を決めているウクライナに対し、日本は序盤から積極的に攻撃を仕掛ける。前半5分、相手 DF にプレスをかけてボールを奪うと、約2年ぶりの代表復帰となった荒木良太郎、22、がファーストシュートを放つ。これは惜しくもバーの上を通過した。10分には中央を佐藤慶誠、22、 がドドリブルで持ち込み右サイドへボールを受けた山田楓22が左足を振り抜くが GK にセーブされる22分にも相手ボールをダッシュし染月22が中央から狙う少ないタッチでボールをつなぎ最後はシュートで終わるなど攻撃の主導権を握る日本セットプレーから松木久生20や佐藤が立て続けにシュートを放ち 相手ゴールに迫るが得点はできず終盤はウクライナに押し込まれる場面もあり0対0のスコアレスで前半を折り返す後半開始早々日本はコーナーキックから 187cm の関根大輝21がヘディングシュートを放つボールがバーに当たり跳ね返ったところをファーサイドに詰めていた佐藤が頭で押し込み日本がついに1点を先制する 勢いづく日本は後半31分、敵陣内でボールダッシュに成功すると、ショートカウンターを仕掛け、ペナルティエリア内のこぼれ球を途中出場の田中聡、21、が強烈なシュートを放ち、ボールネットに突き刺し、最高の形で追加点を奪う。その後も常に前がかりで攻め続けた日本が、終始ウクライナを圧倒し、2点差のまま勝利を飾った。試合後、大岩郷監督。 51は選手たちの反応に収穫があった。セットプレーの強みも出たし、前線からのアグレッシブな守備も見れた。1戦目を踏まえて2戦目はよくできたんじゃないかと思います、と振り返った。先制点を奪った佐藤は、顔に当たって入っただけなんですけど、ゴールはゴールなので決められてよかったです。前回のマリ戦からいろいろ改善できてよかった、と話し。 4月のアジアカップに向けて、この試合の勢いに乗ってまずはパリ五輪の出場権か。